そう。リブナンバー33番スタート。はい、それでは改めまして女子アルパイン部門入賞者の皆さんです。もう一度大きな拍手を。まずこの素晴らしい斜面に挑戦する機会を作っていただきましたルスツリゾートの皆様、大会役員の皆様、感謝したいと思います。ありがとうございました。また、この大会に出るチャンスを作っていただいたスポンサー様、ルスを守ってくれている白馬岩岳スノーボードのスクールのみんなに感謝したいと思います。ありがとうございました。1種目目でミスをしてしまって、すごく気持ち的に落ち込んだ中でのスタートだったんですが、先シーズンこの大会の前日にケアをしてしまって、3日間一本も滑れなかった時の気持ちを思い出したら、滑れるチャンスがあるっていうところで頑張らなきゃと思って、一種目一種目リセットして滑った結果、優勝できたのがすごく嬉しいです。ありがとうございました。あとこの斜面を滑ってまた、挑戦したいなと思える、滑りが見つかったので、それをまた練習して、また来シーズン、ここで大会があるということなので、挑戦できるようにまたこれから残りのシーズンと来シーズン頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。ここに立たせてもらって、本当に幸せです。私がここに立つことができたのも小川純一郎という日本一の選手、日本一の指導者、そして宮代峰のスノーボードスクールの仲間、そして日本一の道具を使わせていただいている各メーカーの方々の皆様のおかげです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。まだまだ校長に教わっている技術はこんなものではなくて、もっともっと頑張ってちゃんと校長に教わっていることをできるように、また来年ここに戻ってきたいと思います。そして最後に、ずっと去年言えなくて言えなかったことが、やっとここで言えるので言わせてください。校長、21年連続全日本出場おめでとう。まだまだ校長と一緒に大会に出たいので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。関係者が本当に、いい環境を、作っていただいて本当にありがとうございます。おかげさまで本当に、いい状況で、滑ることができました。その中で、自分自身の、本当に4連覇ということが達成することができました。まあ本当にこの結果は、自分自身の本当に力だけではなく、ルスを守ってくれているスクールスタッフのみんな、今回ここに、ね、参加されている、仲間、同じ選手の仲間、すべての力だと思っておりますので、本当にありがとうございます。まあ、本当に、ね、トップデモンストレーターとして、
恥じないような、技術の向上、スノーボードを会を盛り上げていくように、精進してまいりますので、これからもよろしくお願いします。本当にありがとうございました。フリースタイルカテゴリー男子優勝2位のひろゆき殿、選手の皆さん3日間お疲れ様でした。あと大会関係者の皆さん、そしてルッツリゾートの皆さん、最高のバーンで3日間滑らせてくれて本当に感謝してます。あといつも僕に最高のマテリアルを提供してくれるスポンサーの皆さん、本当に感謝してます。皆さんのおかげでまた一番高いところに立てました。去年優勝して本当に嬉しくて、その後はある先輩から電話をもらって、来年もお前もう一回立ったらいいよって言われました。まあその日から1年間絶対立つって決めて1年間過ごしてきたんで、誰よりも強い思いで臨んだ1年間だと思います。まあその成果が出て本当に嬉しいです。フリースタイル男子は本当にレベルがどんどん高くて、僕もそれなりに準備してきたはずでしたけど、みんなの滑りを見てここまで来たかと思いました。まあその中で本当に勝てたことが嬉しくて、いろいろ喋ろうと思ったことを考えてたんですけど、全然思い出せないです。まあとにかくもう嬉しいです。皆さん3日間お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。はい、皆さんご協力どうもありがとうございました。そしてお疲れ様でした。以上をもちまして第22回 JSBA 全日本スノーボードテクニカル選手権大会のすべてのスケジュールを終了いたします。4日間大変お疲れ様でした。そして来年もこの北海道でお会いしましょう。